デバンダー・ウィリアム・ジョンソンは、アメリカ合衆国の男性元プロボクサー、元 IBF 世界ライト級王者。自身の獲得した IBF ライト級タイトルの初、防衛戦で、WBC 世界、スーパーフェザー級王者ヘスス・チャベスの挑戦を受け、挑戦者の連打を浴び、リング下に見舞われて、試合の5日後に休止した。1969年に、 ニュージャージー州のアトランティックシティで生まれた。早くからアマチュアボクシングをはじめ頭角を表し、1989年2月14日に19歳でプロデビューする。その後、無敗のまま1994年3月18日にシャンバ・ミッチェルの持つナブフ、北米ライト級王座に挑戦し8回以降で勝利して王座を獲得する。そして同年8月6日には、 初めてのメジャータイトルマッチとして、ミゲル・アンヘル・ゴンザレスの持つ、WBC 世界ライト級王座に挑戦するが、8ラウンド、TKO で敗れてしまう。しかし、翌1995年7月29日には、マイナータイトルながらイボ世界ライト級王座を獲得し、1997年5月10日に2度目のメジャータイトルマッチとして、オルズベック・ナザロフの持つ、 WBA 世界ライト級王座に挑戦するが、またしても7ラウンド TKO で敗れて、王座獲得は叶わなかった。その後、2001年3月31日に、WBC アメリカ大陸ライト級王座の挑戦に、失敗するが、2002年10月25日には、スワ全米ライト級王座を獲得する。この試合でジョンソンは、IBF の指名挑戦権も獲得し、 2003年11月22日に空位の IBF 世界ライト級王座をかけて、ハビエル・ハウレーギと王座決定戦を行う。だが、この3度目のメジャータイトル挑戦でも11ラウンド、TKO で敗れて、チャンピオンベルトを腰に巻くことはできなかった。その後もメジャータイトルの夢を捨てきれず、そしてついに、フリオディアスが返上して、空位となった。 IBF 世界ライト級王座をかけて2005年6月17日にステファノ・ゾフと敵地イタリアでタイトルマッチを行うチャンスをつかんだ大方の予想はゾフ有利でジョンソンはかませ犬と見られていたが彼は見事に7ラウンド TKO で勝利してようやく念願のメジャータイトル IBF 世界ライト級王座を獲得したジョンソン35歳4度目の挑戦にして 初めての体感であった。念願のベルトを手にしたジョンソンは、3ヶ月後の9月17日に指名試合として、メキシコのヘススチャベスの挑戦を受けることになる。ヘススチャベスは、スーパーフェザー級から階級を上げての初戦であったため、楽観視する向きもあったが、WBC 世界、スーパーフェザー級王者であり、危険な挑戦者だった。ジョンソンは試合前にインタビューで、もう自分が、 タイトルなしになるのは見たくないんだとこの試合に対する決意を語った。打たれ強く、ひたすら前へ前へと押しながら休むことなく、打ち続け、頭を突き合わせた、接近戦でのショートパンチにも、威力のある典型的なメキシカンファイターであるチャベスは、この試合でも手数でジョンソンを圧倒し、10ラウンドには集中的な連打を浴びせた。ラウンド終了後、コーナーに戻ったジョンソンは、 クロッキー状態に近かったが、ドクターストップはかからずに試合は続行された。11ラウンドが開始されるとすぐにロープ際に詰まった、ジョンソンに対し、容赦なくチャベスの連打が襲いかかり、0分38秒に、リフェリーがストップするまで手を休めることがなかった。ヘススチャベスの連打を浴びて11ラウンド TKO、負けしたジョンソンは、試合後、彼自身の足でリングを降りたが、間もなく、 後医室で混沌し試合会場のラスベガス MGM グランドガーデンアリーナからユニバーシティメディカルセンターへ搬送された。診断は脳内の血管破裂による脳内出血であり、ドクターのウィリアム・スミスの手により緊急回答手術が施された。手術後、昏睡状態になっていた彼はかなり危険な状態であり、予断を許さない状況だったが、 週明けまで持ちこたえ一時は良くなる兆候さえ見せた。が、すぐに、再び既得状態に陥り9月19日には2度目の手術を受けた。チャベスも見舞いに駆けつけたが、しかし、努力も虚しく手術後の昏睡状態から意識を取り戻すことなく彼の脳は活動をやめた。彼の家族は延命処置を中止する決断をし、2005年9月22日午後4時23分に、 家族たちに見守られながら彼は息を引き取った。プロボクサー歴16年35歳4人の子供を残しての生去だった。直接的な原因は10ラウンドに浴びた2ダース以上の的確なパンチと思われたが16年にわたる彼のプロボクサー歴で蓄積されたダメージも原因の一つと考えられた。ジョンソン休止の約2ヶ月前の7月2日に同じクラスベガスで メキシコ人ボクサー、マーティン・サンチェスがリング下で死亡していたこともあり、彼の死は改めてボクシング界に衝撃を与え、関係者にボクシングによる人命への危険な影響を再認識させることとなった。とりわけボクシングの試合が数多く開催されるラスベガスのあるネバダ州ではこの事故を深刻に受け止め、州のスポーツコミッションはボクシングにおける ボクサーの健康と安全性について調査、提言する特別委員会を設置した。委員会は2006年7月にネバダ州スポーツコミッションに対し以下のような勧告を行った。グローブ重さについて最高を求められたしかし予算などの問題もありすべての勧告を実現するまでには至っていない。ラスベガスでは百九十四年からリング下による 死亡事故は、ジョンソンで5人目である。ジョンソンの秘宝を聞いて、対戦者のチャベスと彼の契約プロモーターであり、今回のタイトルマッチの興行をもだった、オスカー・デラ・ホーヤの、ゴールデン・ボーイ・プロモーションズは、声明を発表し、深い追悼の意を表した。CEO のリチャード・シェイファーは、このような事故が二度と起こらないようにできる限りのことを、すると、コメントを寄せ、 ジョンソンの子供たちのための基金を準備中であることも伝えた。チャベスは自分にできる最良の方法は、ジョンソンと自分が誇りを持って保持したこのタイトルを守り、そして彼がそうだったようにリングの上でも外でも本物のチャンピオンとして振る舞うことだ。と語り、できるだけ長くタイトルを防衛して、ファイトマネーから基金に寄付をし続けることを誓った。 ジョンソンの故郷のアトランティックシティでは、街のヒーローだった彼の功績を称えるために、ちょうど一周期に当たる2006年9月22日に、彼の家族を迎えセレモニーが開催された。その中で、アトランティックシティの市議会は、ジョンソンが、かつて練習で通った警察アスレティックビルの3階に、あるジムと街の通りの一つに、彼の名前を冠して、彼の栄光を称えることを発表した。 ジムの名は、ホームオブワールドライトウェイトチャンピオンリーバンダー、ジョンソン、通りの名は、リーバンダー、ウィリアム・ジョンソンワールドチャンピオンドライブ、と名付けられた。ありがとうございます。